思ったもん、やっぱ中1の時、生きてるヤンキーみたいなやつが、急に首が掴んできて、そのまま掴み返して俺バチン締める。うわ、めちゃめちゃヤンキーや。倒して、だって急に首締められたら殺されかけてるからね。ほんまに感じたか、それもう殺されるって。あ、首、あ、締められたなぐらいじゃないの。あ、首、あ、いや、怖い。怖いやつ、怖っ。でしか見たことないね、そんな返し方。謝んなさいと。余裕やから余裕やから。謝んなさい、あなた。いや、なんつったん、そいつは喋れないのよ、この子は。え、なぜなら締めた分締め返されてるから、俺にじゃあそれは過剰防衛よ、お前も殺そうとしても早く謝んなさいと超の教室や。早く、あれ、天海祐希や。早く声に出して謝んなさいと、じゃないと話さないわよってかわいそうにそんなんされた子。そんで話したらなんかもう恥ずかしかったよね、そのいろんな子が見てたから、教室やったし。ああそうか、ボケみたいな。見たから今何とおっしゃいましたか。ビクーや猫みたいに気が済まないならもう一度手合わせしましょうか。ロックリーや、ロックリー、ロックリア、こうやっとんの。